なるほど。ごめんね、弁護士さん。まだワンチャンあるかな。ごめんなさい。ボタンがないです、僕も。ここボタンないです。今ので使っちゃいました。ありがとう。メルちゃんあるボタン。リンゴさん。どういたしまして。いやマジかー。いいじゃねーよ。ナイス。いいじゃねーよ。うまいうまいうまい。これはうまいよ。無理だ。無理だ。ありがとう。いやー、それは無理だ。いやー、ありがとうございます。いやー、ごめんなさい。あ、やったー。じゃきちゃん。エンジン。ポンさん、ベルちゃん、アメネコさん。チーチーチー、ポリン。ナイボー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 。よし。お、すごい。リーチ、リーチ。リーチ、リーチ。リーチ、テトリスみたいな。ダメだ、ノーマルリーチ当たんねえよ。リーチってそういうことか。カモンチ。ベイルちゃん、フーちゃん。え、モンさん怪しいなぁ。ベルちゃん。ルちゃん怖いなぁ。シュッ。あっ。あジングジさん、あ、ジングジさんじゃないわ。アメネコさん見てます。はい。はい。俺が、コックピットでタスクを終わらせた後、まあ、いろいろその前、脇いろいろあるんですけど、タスクを終わらせた後、最終エンジンから、金庫室に向かう途中で、アメネコさんが、宿舎前方面から降りてきて、どっち行ったかな、おそらくメイン方面に行ったかなとは思うんですけど、だから15秒ぐらい前かな、多分。だいぶ前やな。ちょっと前です。はい、メイン方面に来てたとしたら、リンさんかリンゴが見てるような気がしていて、小部屋はちょっと見れてないですけど、メインの真ん中あたりでリンさんと、エンジンから来るリンさんとシャワーから来るリンゴさんがすれ違ってるんで。ジングジさん、アメネコさん見てないですか？見てないっす。あれかというと左行った可能性が高そうじゃないですか。所定プラス停電来てるんで。ジングジさんもちょうど、エンジン僕やっちゃう。僕はブッコから上がってます。そうですね、ブッコから上がってて、アメネコさん降りてくるタイミングでエンジンの T 字路の交わるところあたりで多分勝ち合ってるはずなんですね、アメネコと。いや、僕は、武器庫からコクピットで、行ってます。アドミンやります。あれ、これ僕見てます。最後です。いや、最後じゃないですね。アドミン12名映ってるんで先入っときます。僕多分死ぬんで言っときます。ミーティング1、比較とか、はい、で、昇降機1、あ、山です。はい、金庫室1、多分最終宿舎前入ってます。僕最終、本当最終っすよ。超最終。はい、はい、もう最後立ってたら、で、エンジン1、はい、で、メインが2、リンリンゴです。でリンリンゴ、でシャワー3、3、シャワー3、武器庫1で、展望デッキ1、はい、デッキチロ。あー、ちゃんちゃん、ね、貨物ついてないですか。貨物1。あー、はい、マロです。アーカイブ立ちマロさん。シャワー誰ですか、ボンさんと。あ、アーカイブついてなきゃ僕です。シャワー3です。アーカイブ0です。じゃあ僕かもしれない。あれ、宿舎前も0ですか。宿舎前0ですね、金庫1です。あれ、これどういうことだ。何か、ジャケット、あれ、ナイボです。ナイボ。ナイボ。
出てきてないのがシャワーさんって誰ですか。シャワーさんは出てないと思います。とあと私エンジンからメインに最後入ったのでどっちにカウントされてるかわからないんですけど、どっちかにしたいかなって思います。うん、エンジンからエンジンからメインに入る前ってどこで動いてました？あ、武器庫から上がってます。展望デッキ、キッチン、武器庫、エンジン、うん、メインホールです。うん。いや違うな。あれ待って。シャバーさんは今誰ですかね。僕出てこない。ポンさんだけ。ベルちゃんとこだっけ。ベルちゃんベルメインホールです。メインあーベルちゃんメインのホールメインなのか。あえってことは私はリン行ったと思う。ポンがエンジンなのかな、うん、の可能性もありますね、うん、メスさんってリンさんと合ってますか。合ってないです。あ、じゃああれリンさんだったのか。なんかそのアメネコさんと勝ち合ったんじゃないかって神宮寺さんに言ったじゃないですか。うんうんうん、のあ視界の端っこでなんか誰かがその武器庫方面からそのエンジンのあの逆 T 字路のところに来るのはちらっと見えた。また見間違いかもしれないですけど。いやアメネコさん金庫所定行ってるんで合ってると思いますよ。あいやアメネコさんは確実なんだけど、その武器庫あたりで神宮寺さんと勝ち合って、俺はエンジンから金庫に向かう途中でアメネコさん上から来る。で、武器庫方面からなんか人影がさっと来たのは見えたんですよね。だから俺的に神宮寺さんが武器庫からエンジンの方来たのかなと思ってて、神宮寺さんアメネコさんと勝ち合ってないんですかっていう話はしたんですよね、さっき。うん、だからそれが、リンさんだった可能性はあります。ちなみにメインホール側の扉のちょっとした階段みたいなのがあると思うんですけど、その辺で停電になりました、うん、そうだからリンさんって絶対にメインだと思ってて、うん、もしあるとしたらリンゴがエンジンカウントの可能性はあるんですけど、さっきリンさんがエンジンかもしれないって言ったのがちょっとおかしいなって思って。僕結論から言うと、金庫室1っていうのは死体だと思っているので、メスさんの情報はかなり匂ってはいます。ああ、なるほど。俺と変わるんですね。了解です、了解です。リンゴさん全部スタイチってんだよね、今回。ベールちゃんは…私、ボタンあるっけ。ベールちゃん…ふーちゃんやったのはベールちゃんか、ボンさんか、マロさんだけど、いや、ほぼベールちゃんか、ボンさんだよね。仕事ある？あるね。これだけやって、なんかここ来るかな。キルしてほしいんだよね。だから停電が終わったら押すと。ない。あ、なるほど。あ、そうなりますよね。なるほど。ちなみに電気解除ヤーマンです。どこですか？ありがとうございます。場所はどこで解除したんです？あの貨物の右側、はい、メスさんおられましたよね、アーカイブ多分。はい、なんでそのまんま僕は貨物の方に行って解除して今ボタンって感じです。はい。リングジさん見た人いますか？来てないです。来てないです。ここには来てなかったです。アーカイブシャワーあたりにもいなかったです。アーカイブには間違いなくいなかったです。はい。うん、これで神宮寺さんのアドミンは1000円になりましたね、一応、うん、そうですね、でも僕、あ、どうぞ、チェロちゃんどうぞ。 あ、すみません、最初エレキの3つのカチカチのタスクのとこ来た方誰ですか？僕かな、え？今のターンよね。今のターンです。最初、まあ、でもそこは行きました。最初かどうか分かったですけど、エレキのカチカチ？カチカチってあの、うん、回るやつ。そうそうそう、で最後ラストかな。ラスト停電中だったら私です。そう、あ、ラストも停電中だったら私行きます。了解です。タックさんがいたかな、近く。はい、いました。はい、僕メスさんはあんま疑ってなくて、初動で僕アメネコさんが金庫室入ってるの見てるんで、ずっと30秒金庫室にいるとは思えないんですよね。うん、だからさっきの話をしてもいいですか。マロアーカイブ脇だったんで、その近辺にいるんですけど、はい、貨物に入る前にまずベールちゃんとすれ違ってます、うん、貨物でタスクをするときかな。停電前にリンゴさんがラウンジを抜けてます。
この時点で時系列的にはベールちゃんの方が先にラウンジャーアーカイブって抜けてるはずなんですけど、うん、まだメインにいるって言ってたじゃないですか、うん、とリンゴさんとリンちゃんはベールちゃん見れてないんでしたっけ。あ、いや見てます、シャワーで見ていて、うん、シャワーでタスクしてたかなって思ってます。なんかそんなにそこはおかしくないかなって、なんかね、シャワーで、そう、シャワー3なんですよね、気になって。だからそもそもベールちゃんかボンさんのどっちかにはいるかなと思ってるんですけど、ね、それは同意です、はい、私も、うん、はい、これボタンちょっと定期的に押したいですね、うん、はい、はい、4人外残ってる可能性あるんで、はい、はい、はい、ん？今弁当に入った人いたよね。ん？ん？どういうこと？キャラちゃん見た？え？どういうこと？え？どういうこと？とりあえずここ入っとこう。ダウンロードしとこ。え？どういうこと？ってことは、そっかそっか、ボンさんがやってんのか。ああ、まあ、いやー、僕、マロさん見てるんすよ、はい、はい、これってボンさんのボタンですか？そうです。僕マロさんちょっと怖いなと思いながら宿舎前のところまで一緒で停電になって、僕はパタパタで右に行ったんですよ、はい、でパタパタで左に来た人がおって、最初にそれに乗って僕は右に行ってるんですけど、なんでマロさん宿舎前のボタンか金庫かあたりに絶対いると思うんですね。なんで僕の目線はすごいボンさんが濃いかな。そうよね、はい、普通にシャワーメインにアーカイブから回っていったって感じですね。ちょっとアーカイブから左に抜けてった人って誰ですか？ヒカックさんかな？はい、僕です、うんうん、はどこ行ってますか？ちなみに合ってますか？配電盤前です。僕、僕今一緒にいました、はい、ヒカックさんと。配電盤前、ちょっとどうしよう、これ絶対釣りじゃなくちゃいけなくて。ペロスケの視認情報ないですか？うん、チャロちゃんはないっすね。なっちゃんはない、見てないです。僕は見てないです。生まれたのも見てないですか？となると僕目線リンゴさん怪しくなります。アーカイブでチェロスケいましたよね、一緒にタスクやってて。いました、いました、チェロちゃんいました。チェロスケの情報がリンゴさんから出ないのはちょっと怪しいなと思って。あ、ごめんなさい、メッスさんが右に抜けてるの見てます、はい、ラウンジに抜けていて、はいはい、チェロちゃんはアーカイブの上に本をしまいに行ってるのを見てます。でその後にヒカックさんが、はい、昇降機の右側に抜けてるのを見てます。でこれ今メッさんが言ったタイミングで言わなかった理由とかあります？リンゴさん停電中だったので、うん、あまり確証がなくって。なるほど、停電中、うん、あ、これはいはい、いや、なんもないです。これどうします？入れないとな難しい。僕目線はボンさんなんですけど、メイラとかシェルフに残ってないですか？リンゴさんどこい、リンゴ最後、はい、あ、じゃあ、え、最後どこ怪しいと思ってますか？ベールちゃんかな。ベールか、スキップ いや、スキップはない、スキップはない、スキップはない。リンゴさん入れます、僕、うん、あー、ごめん、ボタン押しましょう、右行きます。はい、コミュー誰か行ってほしいです。はい、はい、いや、おとなしく釣らせばよかったんだけど、あー、ちょっと証言白くなっちゃった。ガックさん取られた、取られた、取られた、取られた。わー、なんか終わっちゃったかなこれ。
あーごめんなさい、これもうリンゴさん確定なんですけど、うん、マットメイト言ったら負けだ。なるほど、はい、山さん残して来てます僕リンゴさんと。どこで？いやーさっき小国右です。なるほど、はい、小国右にヤーマンさんいなかったのでカックさんの言ってることが間違ってるのでローラーで大丈夫です。ローラーじゃダメなんで、ここの場面でローラーはできないんで、はい、どっちだろう、どっち、これ、カックさんこれまで白いからな、結構難しい。メスさんどっち入れました？俺はもうリンゴさんしかいない。あ、リンゴさん、リンゴさん確定です。赤リンゴ、え、ベルちゃんどっち入れました？いやごめん、リンゴさん入れちゃった。あじゃあマットメット残ってないや。でも多分ね、これボンさんだと思うんだよな、うん、山さん死んだ時点で、はい、俺もそう思います。なるほど、ごめんね、リンゴさんまだワンチャンあるかな。ごめんなさい、ボタンがないです、僕も僕もボタンないです。今ので使っちゃいました、ありがとう。ベルちゃんある？ボタン、リンゴさん、え、どういたしまして。いやマジか。ナイス。いいじゃねえよ。うまいうまい。これはうまい。無理だ。ありがとう。ボンさんありがとうございます。いやごめんなさい。僕が余計な話したから考えた。申し訳ない。メッサ言っちゃったね。シャワー機に3人いたんだ。そうシャワーの3の話を詰めなきゃいけなかったですね。申し訳ない。いやボンさん見切られた。やばいか。最終インポスターにマッドメイト1位でジャッカルも残ってましたね、6。あ、そうだったんですね。やばい、やばい、ジャッカルやっちゃうんですよ。最後、どっちの死体で詰めるかが一本化すれば釣れてたんですけど、あの割れちゃったからもったいなかった。そう、いや、申し訳なかったな。マキロさん釣りたかったな。私もボンさんとリンゴさんどっちもと思ってたけど、どっちから出るかがまとまんなかった、ごめんなさい。ラインがすごかったから、ラインがすごかったのが、もう、何これ。申し訳なかったな。俺が左の話しちゃったもんで申し訳なかった。メスさんごめんなさい。いや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 。でも金庫1位は誰だったんですかね。俺が多分ね、メスさんなんですよね。カウントされてたのかな。僕が最後の最後のメスさんが入ったっていうのを見落としてて、多分。はいはいはい。多分僕まばたきでアドミン覚えるんですけど、そのまばたきの閉じてる時に多分メスさんが多分行ったんだと思うんですね、最後。ただあのアメネコさん切る僕なんですよ。どこで？メインで、で僕女性ですよね。下見ました。そうなんですよ。で僕飛んで貨物にいたんですよ。貨物じゃなくて小国いたんですよね。そりゃグッズ寝れないわ。いやあのねアドミン見てて弁当の位置関係あれすごい、メインから昇降機の弁当がすごい難しいのは、難しいですね、そのタイミングでアーカイブ2があって、アーカイブ2がシャワーに降りてるのか、うんうん、あの昇降機あのタイミングがめちゃめちゃ一緒だったんですよね。難しいですよね。難しかった。いや申し訳ない、僕はすげえミスリードしちゃった、申し訳ないです。いやごめんなさい、俺もさっきの場面ボンさん入れちゃったな、票が合わなかった、ばらけちゃった。ボンさん結構辛いそうだったんで、一生懸命黒くなってリンゴ。チロって俺弁当見られた？あ、そうそう、ボンさん、チロちゃんもいる中でリンゴの目の前で弁当に入ってくれて、そうリンゴは助かったんですけど、ボンさんがインポスターだって分かったから、でもチロちゃんも相方かと思ってました。チェロはシリフでオラーってボタン出してたボンさんに殺されてた。そうマジか。ボンさんやるな。